渡辺選手のレーススタイルって自分で分析するとどうでしょう。攻める方が好きです。攻めのレースね、はい、やっぱそうですよね、はい、やっぱそういうイメージありますよ。そうですね、うん、スタートしっかりいって、でも最近なんか2コース勝率がすごい高くて。あ、2コース勝率が高い。はい、なんでかなって思ってるんですけど。ということで2コースはあの意外と得意、なんか最近得意っていうか結果が出てる。これはいいことを教えてもらいました、はい、逆にの3コースとか5コースが全然ダメで。あ、そうなんですね、はい、休みの時って渡辺選手はどんなことしてますか。はい、基本的にはマッサージと。マッサージ。酵素風呂はほぼほぼ毎日入りますね。酵素風呂毎日行くの。はい、暇な時間があれば、はい、あとはホットヨガ、ね、ホットヨガもやってるの。はい、ホットヨガって、はい、結構やっぱり柔軟性がなきゃダメなんでしょ。そうですね、柔らかくなると思います。渡辺選手はあの体は柔らかいですか。なんか始めてから結構なんていうんですかね、可動範囲は広がった気がします。はい、今年の目標っていうか、まあ、今の目標ですかね。今の目標は、まあ、常に A1 で走って、うん、はい、結果出して SG に出場したいです。そうですね、はい、いやもうみんなね待ってると思います。はい、いっそいっそ全力で出し切って楽しんでいきます。応援よろしくお願いします。